どうもボ、えー、ボビビーアーーーアトレザーのボビーですねえー、今日は土曜日ということで、えー、今日は音楽の話、ね、今日はま第1回目ということで、えー、まあ <laughs> あのブルース・スプリングスティーンにしました、えー、今日は135回目、ねえー、の配信になります、えー、大阪のボビー・アートレーザーの アトリエからですね、えー、ライブで配信しておりますで、ねえー、まあ、えー、こっちかねえー、こう月曜日からあ日曜日までのまあプログラムみたいなのを、えー、作ってましてね、まあ、しばらくそれでやってみようかということでですね、えー、まあ土曜日ということで、えー、まあ音楽の話で、まあでもしようかなと思ったんですけどもねで 演奏ででもしよようかなと思ったんですよ最初は音楽やから。うんけどねこのちょっとギターを全然触る時間がなくてというのもですね、えー、おとついぐらいからですね、えー、ずっと制作してる風景っていうかあまあ葛藤を作ってるんですけどもねその制作風景の動画をね ずっと撮ってまして撮りながらつく、えー、作って撮りながら作ってしててねで今日はちょっと画角もおちょっと広い画角になってると思うんですけどねいつもお使ってるうレンズはこれですね、えー、これね富士フ,フィルムの2 3ミリのおレンズなんですけどもまあ,そ,あのそれをさっきまで使ってまして、えー、ずっとおねえー、っと いろんなレンズをね使おうかなと今日になってですねいろいろ欲が出てですね単焦点レンズをですね何回も何回もつけ直しながらいろんなシーンをですねちょっとずつ撮って最後どうなるかはあの分かんないですけどね、まあ、ちゃんと自分で編集できるかどうかも、まあ、一つ一つね経験いうことで、まあ、今日は一流万倍日となんですか転写日かなそれで何かを始めるには いいいととうことで,ですね最高のスタートを切り,切り,切りたいということで,ですね <laughs> ちょっとあの口にこもってますけどそういう感じでね今配信しておりますまあ今日は第1回目ということでですね音楽の話をですね何しようかと思ったんですけどもねまあタイトルの通り「ブルース・スプリングスティーン」でこれですよ。ね。まああのこうした方がいつもの感じでしっくりくるかな。ね これはあーまあ,あのこのご覧の方はですね、えー、おそらく何回も聴いてると思いますけどね「持ってるよ」とかね、うん、あのそういう「青春時代によく聴きました」とかあそういうアルバムに、ね、なると思いますけどね、えー、これをまあ聴き出したのは、まあ、高校生ぐらいの時ですよねあのベストヒット USA とかで、えーまあ、友達がですね えー、僕の同級生とかがあ洋楽を聞いてたわけですよ僕はもうどっちか言ったらあの邦楽の方があ圧倒的に聴いてたんですけどね、まあ、あの英語分からへんしと思って、うん、今でもやっぱり日本語の歌はやっぱ聴きますね、えー、でもやっぱ歌うことも好きやったんでねその時にですね「あのベストヒット USA」とかあいろいろね、えー、見てた同級生がですね「えー、ミノ稔」と「お前これええから聴いてみ」と。 ほ他にもいろいろ勧められたんですけどもね、まあ、こ,これをね、まあ、シンガーソングライターを目指すならっていう感じで多分ね、うんえー、ギターを弾いて、えー、ちょこちょこやってやっ、ね、演奏したりとかいろいろなんか曲作りとかしようかなとか思う時にの教科書の一枚にもな,、ま、なりますね、うん、まあそれは、まあ、僕らだけかもしれませんけど <laughs>、うん、でまああのー、まあなぜこのアルバムをですね えー、紹介したのかとというとですね、まあ、僕のねこのブランド名ボビーア・アトレザーって言うじゃないですかで僕も自己紹介の時に「ボビーア・アトレザーのボビーです!」って言ってるでしょそのなんか名前のですボビーっていう名前のですね、えー、きっかけとなったのがこのアルバムの中からですねえー、B 面の「 2曲目かなその中に収録されている曲で「ボビー・ジーン」という曲があるんですよね。そのアルバムの「そのあのボビー・ジーン」という曲がですね非常に心に刺さったんですよね。あの当時、まあ、曲を作りをしたいと思ってねいろいろこうもがくわけでしょ。その間にですね えー、いろいろこうレコードとかテープをね借りてきて聴、えー、いててでやっぱりこう洋楽なんであの歌詞聞き取っても分かんないんですよ正直洋画で洋画をこう字幕なしで見てるような感覚になるから、うん、音はええしなんかええ曲もええなと思うんやけどね、うん、でそんな中でですねあのこのレコードやったらほらんね日本語の歌詞ついてるでしょ和訳が。 で役詞をですね、えー、読んでたわけですよ。で、えー、大学に入ってことから大阪に出てきたときに、えー、こうねレコードをこう聞,聞くわけでしょ。その時にこう歌詞を見ながらですね、えー、なんなんかこう友達をですね。えーあの まあブルース・プリンスティーンがこの描いてるのは主人公がですねえ歌の主人公があまあ旅をしてるわけですよ。じ,じゃあ音楽かな音楽やっててえラジオでですねその音楽が聞こえたら「お前のことをいつも思ってるよ」っていう感じでその主人公の友達っていうのがですねえ高校の生あ学生時代の 親友で彼が、ね、その町をもう離れてどっかに放浪の旅に出てるけどいつかお前に会いたいというかそういうことを思ってるっていう熱い友情をね、えー、語ってるんですけどねその,あの歌の内容がですねちょうど一人暮らしでね今みたいにこういうネットとかもない時代じゃないですか。ね、電話も当時ははつけてななかかったぐらいかな、まあ、最初はね で,心細いでしょ毎日,毎日でまあ別に大学は行ったりしてたけどそんなにね、えー、しあの親しい友達も当時はそんなにいなかったし、うん、だからだあの一人暮らしの部屋でですね誰とも会わずに、えー、ずっと過ごす時間が長かったので,で、まあ、あひたすらですね当時は、えー、大学の課題をで、ね、絵を描いたり、ね、デザイン描いたりする。 時間と何ですかギターをこう、ね、抱えてこう <laughs> あの大学ノートにですね、えー、楽譜はかからへんから大学ノ、えートに歌詞を、ね、考えたりとかそういうことを、ね、毎日毎日やってましたね。 えー、そういうふうな思い出がですねよ、えー、みがでってきますけどねまあそういう「ボビー・アート・レザー」っていう名前のきっかけにもなったんでね、えー、今日はこのアルバムを紹介させていただきました。ねえー、多分ねくあの,よあのブルース・プリンス・スインはよく知ってるよとかあよくこのアルバム聴いたよとかいう方はですね是非、えー、コメントをバンバン入れてください。あの僕もねそんなあの うんちくを語れるほどおね調べ尽くして喋ってるわけでもないんで、うん。でまあ最初に実はあの LP で買ったのはこれですね。五枚組のおライブ版ね。これは聞きごえがありましたね。もう、うん、この涙のサンダーロードのこのおなんていうんですか一曲目のね。うん。 ピアノで始まる「涙のサンダーロード」のイントロはたまりませんね。あとこの中に入ってるライブ版のボビー・あとまあ10代の頃よく聴いてこのアルバム聴いたんですけどあの B 名の1曲目の「No サレンダー」って曲があるんですね。 えーね退屈の授業よりも3分のレコードで人生を学んだというようなことがすごく刺激的でですねその一文があもうこれはですねあの今聞いても古さを感じないアメリカに行ったことないんやけどアメリカの匂いがするっていうかうんまあそんな感じですよ <laughs>。まあそんな感じで今日はねえ音楽の話をね まあサクッとねさせていただきましたね、えー、あ徳山さんいつもありがとうございますこんばんはねお疲れ様です、えー、今日はあれですかあのお休みですかねもう仕事の帰りかなうんまああのいろいろね、えー、まあ夕方にの時間に変えてですね、えー、あのコメントしやすくなったかなと思いますもしねご覧の方とかやったらね。 はい、えー、そんな感じですね、えー、これはまたあのえー、YouTube とかでもねえー、流してますしもし YouTube チャンネルをご覧の方でですねえー、よかったなって方らいいね、えー、それとねえー、登録よろしくお願いしますねえー、YouTube チャンネルもねこんな感じでやってますねあのもしねあの気になる方は こちらの方で、まあ、なるべくテロップをつけてはあい,いこうかなと思ってるんですけどね、えー、<laughs> ちょっと、まあ、昨日の配信はもうそのままあのアップロードしましたけどねあ徳,徳山さん今日は90出勤ですそうですかお疲れ様です、ね、ありがとうございますコメントありがとうございますねええー、そうインスタグラムとかもねやってますしね是非、えー、ね あのあのレーザー作品とかね、えー、載せてますし、えー、最近でしたらこのアーカイブ画像をですね、えー、テロップ付きでなるべくスマホで見る方もいると思うんでねなるべくテロップ付きで <laughs> あの短い動画はねそう,うさせていただいてますあのレーザーに関することは特にはいで Twitter もね、えー、やってますんでね是非、ねえー、またいつでもね ご覧いただければなと思いますそれではあーまたお会いしたいと思いますボビーでしたじゃあねバイ